トリュフさんじゃキャーです。はい、ということでね、皆さん突然なんですけども、幻想郷に行きたいですか？まあそりゃ行きたいよね。なってもね、人生のパートナーである最後の15様あげるわけですからね。はい、ということでね、今回はそんな皆さんに朗報でございます。今回は幻想郷に行く方法まとめでございます。これは非常に需要がある動画ですね。だって実際に行けるわけですからね。幻想郷に行きたいそこの皆さん、この動画を見ればあなたも幻想郷に行けるようになりますよ。はい、ということでね、そんな感じでね、早速紹介していきましょう。まず1つ目、結界をそのまま突破するでございます。結界などの物理的な場所を突き止めて強引に入るパターンですね。1つ目は、白霊大結界を直に破るでございます。消滅させたり、たわみをくぐったり、穴を開けるなどですね。これはかなり難しいと思うんで、結界について学んでおくといいでしょう。次、結界の薄い場所へ行きます。白霊神社などの薄くなる特別な場所を探す必要があります。諏訪大社、石巻神社、浅間神社など約300箇所以上あります。次、意識が朦朧とした状態で突破するです。簡単なのは、状態、その状態で結界を見つける必要があります。これは簡単ですね。20歳以上なら誰だっていけると思います。次、結界が事故で緩むのを待つでございます。いつ緩むのか把握する必要があります。単月性の水ならの木の話のパターンですね。2つ目、結界の通過条件を満たすです。結界の幻想郷の常識に属するかそうでないか、幻想であるかそうでないかという条件をクリアする。結界を探す必要がない方法もあるが、時間を要するパターン多いですね。まず1つ目が幻神時になるでございます。サナヤさんコースですね。難しいんですけど安全に通過できます。上で死にそうな人や生き物に自分の胃肉を食べさせるぐらいの覚悟が必要ですね。竜の話という絵本を参考にするといいでしょう。次、神になるでございます。生きている間に徳を積む、何か偉業を達成するか、多くの人々を救うですね。しかし現代人から神と崇められなければならないため、可能性は極めて低いです。どうやったら神になるんだって話をね。そこまで生きるやったらもうすでに幻想にしてないか。それはあとは幻想の存在になるですかね。一つ目が、伝承に語られるようなすごい男や魔法使いになるです。妖怪になって幻想郷へ行くとかですね。俺はこれがいいな。俺はね、キュービの狐大好きなんでね、キュービの狐になって入りたいですね。ランチャマみたいな感じ。ケモナーには多分好かれそう。あとは人々に忘れられて幻想入りするです。基本なんですけども、現代社会では不可能に近いですね。妖怪になる方法と併用するのがいいでしょう。無人島で自給自足するとかがいいと思います。3つ目が、廃線列車に乗り、廃線ぶらり廃液下車の旅で入るですね。列車ごと幻想入りするでございます。廃線列車は安いもので1両30万円ほどで買えます。人気のない場所においてそれに乗っていれば入れる可能性がありますね。でもこれはかなり危険ですね。途中で下車しないと誰かに行って最後爆発しますから。4つ目が、餌として幻想郷に入るですね。人気のない場所で自殺を行う、あるいは未遂などですね。祈願直行の可能性があります。樹海をさまよっていれば入れるかもしれません。しかし幻想郷に入れたとしても、妖怪に食われて殺されてしまう可能性が高いです。次は、幽体離脱をするですね。精神のみしか入れず、肉体を持っていける可能性はとても低いです。夢で終わる可能性が高いでしょう。3つ目ですね、誰かに入れてもらうですね。結界を見つける必要はないんですけども、より一層の運が必要です。俗に言う神隠しってやつですね。まず1つ目が、神に頼んで神力ですね。神に奇跡を起こしてもらいます。特定の神を強く信仰するといいでしょう。修行すれば神が見えるようになるかもしれません。どんな修行すればいいんだよ。あとは、ヤクモゆかり様の隙間に入るんですね。まず隙間が出現する場面に出くわす可能性がとても低いです。隙間のターゲットになる方法を考える必要がありますね。これも俺いいと思います。最初はやっぱりゆかり様に会いたいですね。幻想郷のことについて詳しく聞きたいですね。1つ目ですね、冥界経由で抜けるでございます。幻想郷に隣接した異界を探します。失敗した時のリスクが高いですね。1つ目が、死んで冥界の住人になるです。まず英気様に頼む必要がありますね。しかし幻想郷の彼岸に行けるとも限りません。冥界で仕事がなければ終わりですね。まず会えるのかって話をね。そのまま八大地獄に落ちると思う。あとは山などで異世界に通じる場所を探すもあります。結界を通る必要も、修行する必要もありません。ただし幻想郷につながっているとも限りません。 C62 版蓬莱人形についている小説では、桃の木の脇にあった小さな穴から幻想郷へ入っています。はい、以上がね、幻想郷に入る方法ですね。次は、幻想売りしたい人による情報を話していきます。妖怪は神社やパワースポットで感覚的に近づきたくないと感じるところに境界はあるそうです。そこで引き寄せられる感覚がした時に、感覚に従って進めば幻想郷に入れます。確率は 30% らしいですね。奥歯300のどこかに幻想郷らしきものがあるそうです。比叡山に境界があるそうですね。あとは八ヶ岳にも境界を感じるらしいです。詳しい場所などの詳細はただいま調査中のことだそうです。奥歯300が近いということで、岩手県にある花巻市矢沢地区が怪しいとも発言してます。サブロード沼に伝わる伝承に面白いものがあり、周辺に八雲神社がたくさんあるらしいです。最も新しい情報で、岩手県にある藤沢渓谷に幻想郷がある可能性が高いとのことです。は
い、ということでね、以上が幻想郷に行く方法まとめでございます。この動画を見ればあなたも無事に幻想入りできます。実際に幻想郷に行けたよっていう人がいてればコメント欄にてコメントお願いします。他にも行く方法があればコメント欄にてコメントお願いします。うん、いけないな。そんな人生甘くねってな。じゃあなんでこんな動画出したかって。そりゃ今日がエプリルフールだからだよ。なぜ現実というものはここまで残酷なのだろうか。俺には理解ができない。本当はいけねえからな、お前。俺仕事があっても責任取れねえからな、お前。絶対取れてんだよ。それでも俺は諦めないぞ。俺は幻想入りして人間を得て強くなるんだ。はい、ということでね、今回はこんな感じでございます。この動画が面白ければぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお願いします。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。